リンネのやつどこに行ったんだ。あいつに何かあったのか。いらっしゃいませ、トラオさん。ご苦労さんです。しかし、ヤバそうな奴が多いな。トラオさん、いらっしゃい。ん？ああ、スミレか。どうしました？こんな時間に。ちょっと仕事のことでな。千葉さんは屋敷か。はい、呼んできましょうか。そうだな。いや、また後で来るよ。わかりました。あ、そういえば今度グアムに行くんです。相変わらず旅行好きだな。よかったらご一緒しませんか。え？俺と？悪い、仕事があるからな。わかりました。お土産楽しみにしていてくださいね。今日のパンがゆはベーコン入りですよ。真っ白様、ごちそうをありがとうございます。バカか、そんくらいで喜んでんじゃねえよ。そうだ、もっとマシなもん食わせろ。こいつら、せっかくの真っ白ちゃん特製パンがゆは。はあ、何ブツブツ言ってんだ。いえ、いずれあなたにも神の救済は来ます。トラオさん、どうしました？悪いが、またお前の力を貸してほしい。どういうことでしょうか？実は、リンネが消えたままなんだ。リンネを探すのを手伝ってくれ。それは天の国に戻られたのでは？精霊は役目を終えると天界に帰るらしいですし。ぶっちゃけお前のレーダー機能に期待している。でもあれ、ある程度距離が近くないと。ただ探してくれと言われても難しいような。それについては考えもある。ここにリンネさんがいるのですか？可能性としてはここが最も怪しい。でもここヤクザっぽい人多いですね。俺は千葉と会って適当な引き止めをする。その隙に私がリンネさんを探すのですね。頼めるか？もちろんですよ。悪いな、マシロ。だが十分に気をつけてくれ。はい、私はリンネさんと違って通り抜けとかできませんし。危ないと思ったら無理するなよ。いえいえ、スピ
パイみたいで楽しいですよ。行ってきます。ピコンピコーン。真っ白にも借りができてしまったな。で、そろそろ仕事に戻らないのか？いや、今日は暇だからな。それより、人の出入りが多いが、ヤクザか？いろいろだ。俺が面倒を見ている。よかったら紹介してくれよ。はあ？別にお前の同僚ではない。では何の人員だ？最近、バングラデシュの不法滞在者が増えたろ。つまりここの守りを固めていると。そうだ、中には頭のイカれたやつもいるからな。屋敷には特に変わった場所はなかった。これは地下への入り口？の波動。何この扉。でもこの奥から気配を感じる。真っ白、こっちでいいのか？はい、この方角だと思います。
この辺りなのか。はい、この近くだと思うのですが。確か。待て、もう逃げられねえぞ。おい、そっちに逃げたぞ。しつこい奴らね。待て、リンネ、もう逃げられねえぞ。どうやらもう走らなくてよさそうね。やっと止まったか。こいつバカか。自分から追い込まれやがった。別に逃げてないわよ。うるせえ、死ねえ。やってやったぜ。なんだお前。こいつどうして死なない。不死身だからね。ここでは。こことは。お前たちは知る必要はない。どちらにしてもお前たちは殺す。待てリンネ。リンネ、俺たちは命令されてやっただけなんだ。そうだ、見逃してくれリンネ。そういえばそんな名前だったわね。私の命はここにない。私の命は誰かに預けているらしい。でも誰に預けたのか。そのためにこの新宿に閉じ込められたの。リンネ、おい、しっかりしろ、リンネ。トラオ？よかった、気がついたか。一体何が？お前、3日も消えたままだったんだぞ。必要はない。
何か夢を見ていたような。夢？うん、ずっと以前に見た懐かしい夢。もしかして何か思い出したのか？ううん、よく覚えてない。俺の名はマガキ・ジョー。